前回のあらすじ。お、ついに来たわね、この時が。あ、でも別に、いらないけどね。は、ちょっと何を言ってるんだ。最初のポケモン、この先主力として活躍間違いなしのポケモンよ。いやね、主はもう20年超えのポケモンマスターですよ。普通に強いポケモンたくさん捕まえて育ててクリア、これじゃつまらんぜ。ちょっと何言ってるかわからない。主がこいつ一匹でポケモンリーグ制覇を目指す相棒を紹介しましょうかね。そいつは早期購入限定特典でゲットできる、こちらのポケモン。一体何のポケモンなんだ。幼い頃に見ていた初代ポケモンアニメ、その中で彼は一番輝いていた。なんか急に泣き出した。この姿は、唯一人間の言葉を話すポケモン、ニャースじゃー。ってことで皆様、このガンバリア、運命的な出会いをしたニャースの伝説と、二人三脚、ポケモンチャンピオン目指していくのでぜひぜひ、応援、ご視聴よろしくお願いします。はい、ということでですね、ニャースのその名も伝説ちゃん。秘伝の技とかでどうしても、ニャース以外のポケモンの力が必要。っていう場面を除いてすべて、この伝説一匹でポケモンリーグ制覇を目指すみたい。しかも見てください皆様。お前で見えねえよ。なんと伝説ちゃん、最初から強技の切り裂くを覚えているのだ。おお、確かに序盤ではかなり強い技だ。おっしゃ、まずは最初の草むらでレベル10ぐらいまで上げていくぜ。さあ、伝説ちゃんの偉人です。あ、戦闘画面だと左下にいると色々邪魔になっちゃうので、主は上にいるけど気にしないでね。やはり主ポケモントレーナー、最初は切り裂くっすか？もちろん、切り裂きまくって効率的にレベルアップ。お、なかなかのダメージ、急所に当たれば一撃だな。ふ、おしまいだここからちゃん。伝説、初勝利。まさに伝説への第一歩を今踏み出したぜ。さあ、ここからはカットを挟みつつ、スピーディーにレベル10まで育成。お、初レベルアップ。ニャースの場合、一番最初にレベルアップで覚える技は何になるんだろうか。ウールーちゃんも切り裂くで撃破じゃ。レベル7、まだ新しい技は覚えず。それにしても切り裂く、強力。お、ここでレベル8になり初の新技を覚えられるようだが。まさかの切り裂くの介護官、失格。正直これは覚える必要性を感じないが。やっぱここはスルーします。あら、せっかくの新技だったのに、まあ切り裂くあれば失格はいらんな。さあ、レベル10まであと少し、ラストスパート。さすが切り裂く、急所によく当たる。はい、ここで目標のレベル10に到達。やはり能力は素早さが伸びやすい感じ。これで先に進む準備できたな。ってことで物語を進めていくぜ。ジムチャレンジ、当然参加じゃ参加。なるほど、誰でも挑戦できるわけじゃないのか。お、やっぱこのシリーズにも博士が。ってことで推薦状もらいに、博士の研究所にレッツゴー。あ、ポケモン捕まえる気はないんで、捕まえ方とかいいっす別に。はい、チャンピオンのせっかくのポケモンゲット講座完全カット。おし、ここからは他のトレーナーとの対戦もスタート。まだあったら勝負がマナー、どんなマナーじゃ。ダンパン小僧、初代からここは変わらず。でも初代と比べるとだいぶオシャレに。なんか良いとこのお坊ちゃんって感じ。ふ、たとえトレーナーのポケモンでも、この伝説ちゃんの切り裂くで即撃破してやる。惜しい？さすがに急所当たらないと一撃じゃないか。でももう、これでおしまいだな。ふ、ダンパン小僧よ、相手が悪かったな。伝説ちゃん、初のトレーナー戦での勝利。こんな子供からも、しっかりお金はいただく。さあ、お次は何かな？出ましたミニスカート、これも初代から一緒。お、こっちはそこまでルックス変わってないか？確かに短パン小僧よりは面影が。ふ、まあたとえ可愛い女の子でも容赦せんがな。もう切り裂く以外ほぼ使ってない。だって、パパッとバトル終わらせたいし。カムカメ、新しいポケモンも覚えていかないと。
すまんな、おしまいだ。伝説ちゃん、対人戦に勝目。結構ずうずうしいなこいつ。まあ確かに可愛いけども。さあ、博士の家の前最後の敵。君には勝てそうだだと、舐めるでないぞ。さっきの短パン小僧とルックスが全く一緒なのは突っ込まないことにしよう。お、初の虫ポケモン。ふふ、虫が猫に勝てるわけがなかろう。この論理で言ったら伝説ちゃん、ドラゴンポケモンとか絶対勝てないやんけ。一撃ー。おし、二体目も一撃で仕留めるぞ。お、今度はキツネポケモン。ぐ、ここで初めて先手を取られた。まあ電光石火はしょうがない。からの急所で一撃来たー。さあ、これで博士の元に。まあカンタ、元気出せよな。お、博士発見、推薦状送れ。ダイマックス。前回最初の場面で登場した、謎のポケモン巨大化現象。そういえば主がこれまでプレイしてきたポケモンシリーズで、女性博士は初かも。マグノリア博士。お、じゃあ遠慮なくお邪魔しまうま。あ、博士すいません。図鑑を完成させるつもりは全くございません。お、ダイマックスの研究。どんな原理であんなことになるのかしら。そうそう、推薦状もらって、早く伝説ちゃんでジムに挑戦したいのだ。あれ、まさかの博士のちょっとの説得で？いや、そんな簡単にくれるんかーい。ダンデさん、極度の方向音痴らしいし、ポケモンは強いが頭はちょっとあれみたい。ってことでライバルホップと熱いバトルを見せ、ジム挑戦の推薦状をいただく。さあ、伝説一体で勝てるかな？覚悟じゃホップ。お、向こうの手持ちは3体か、上等。それはこっちのセリフじゃ。レベル6、あまり育成はされてない模様。もちろんここも切り裂くよね。ふ、急所に当たらずとも一撃、余裕だな。お、ここで最初にもらった猿のり。レベル8か、ちょっとは強くなったようだが。お、半分もダメージいかなかった。まあでも、次急所当たればおしまいだぜ。おし、そんなダメージは受けなかった。急所当たれー。ぐ、当たらんかったか。おっと、ここで伝説の体力、半分以下に。あれ、ちょっとライフわずかだから別の攻撃で倒そうとしたら失敗。おい、ちょっとピンチじゃ。大丈夫、最後に強いの出てこなければきっと。おお、初めて見たかも猫に小判。さあ、なんとか猿ノリは倒せたがラストだ。大丈夫、猿ノリがエースのはず。ギリギリが大好き、ホップ、ド M 発言。おし、やはり、レベル5のここからならいける。ふふ、切り裂くで一撃だぜ。急所で華麗にとどめー。おし、なんとか勝てた勝てた。これで、ダンデさんは推薦状くれるかしらね。
方で強さは変わらんぞライバルよ。お、くれるみたい。よかったよかった。何ももらってないように見えるが、スルーしとこう。さあ、これで晴れてジムに挑戦可能に。あらゆる細胞がエキサイトて。しょうがない、だがチャンピオンになれるのは一人だけどな。ここでなんと、オーキド博士が空から、なんだと、と思ったら違った。おいこらし爆ぞ。願い星？なんだこれは、何に使うんだ？拾うと願いが叶うだと？ 7 個集めないで？それは別の作品じゃ。お、ホップがお願いしてるから主も。ガッキーと結婚する、ガッキーと結婚する、ガッキーと結婚する。諦めろ、引きこもり。お、どうやら博士が使えるようにしてくれるみたいだ。ってことで翌日。ダイマックスバンド、これは、いずれ伝説も巨大化する日が？まあいずれ、使う時が来るだろう。ふ、その条件を冒険で解き明かせってわけね。出た、競争大好きフライングホップ。ってことで本日ラスト、街を出る前にママさんたちとのお別れ。母ちゃん、今日もそのダサい長靴。ずいぶん小さなキャンプセットで。はい、ということで次回、ニャースの伝説一匹でポケモンリーグ制覇目指す。最初のジム挑戦、お楽しみに。では本日はこの辺で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。